こんんにちはタカさんあの回答動画の方ありがとうございますい私がね、今回ね、ヒントにマジシャンっていうところを指していたと思うんですけども、実はね、顔出しをしないんだけども、圧倒的に売り上げを上げて、圧倒的にチャンネル登録があって、圧倒的に再生される、その代表格がマジシャンなんですよね。マジシャンって、もちろんナポレオンズさんみたいに、半分タレントで顔を出してる例もあるんですけども、大体 YouTube のマジシャンっていうのは、 手元しか出てないんですよ。で、カードをいじったりとか、コインをいじったりとかして、そういう動画で信頼を作っていくんですよね。だからこれは、顔出しをしない YouTuber さんのマジシャンっていうのは、もう独断状と言ってもいいですよね。もちろん副業にも向いてます。で、自分の趣味をそのまま仕事とお金にできるんで、ものすごくストレスなくやっていけるんですよね。こういうのが一つ。あとはね、お料理系動画ですよね。お料理系動画っていうのは、手元で調理をしてるところ。 包丁を使っているところ、フライパンで炒めているところぐらいしか出てこないんですよ。でもこれも圧倒的な再生数と圧倒的なチャンネル登録を誇ってるんですよね。そしてもう一つね、プラモデルを作るっていう風なチャンネルもあります。これ私も取材を受けたことがあるんですけども、あの現存する車のプラモデルを作るっていうコーナーがあってですね。私のトランザムっていうのはやっぱプラモデルで今回出てるわけなんですよ。 ディオゴスティーニさんから毎月毎月キットが少しずつ送られてきて、2年間ぐらいで1台できるみたいなね、すごくでかい、本物同然のね、すごくいいプラモデルで、総額20数万円とかするやつがあるんですけどね。まあその原車をちょっと動画で送ってくれみたいな感じで取材を受けたことがありまして、で、その方はね、プラモデルを毎月毎月こうやってちょっとずつ作るやつを手元だけ写してるんですよ。で、これもチャンネル登録が20数万人とかね、再生数も万回数万回とかあるわけですよ。 もちろんプラモデルを買った人がそれを見ながら作るっていうニーズもあるでしょうけどもとてもじゃないけどもねそんな大人数が買ってると思えないんでわずかな数百人が実際に自分のプラモデルを作る時の参考あとは完全に見て楽しむ人なんでしょうねつまりは信頼関係が築かれてるわけなんですよで当然そこに商品も売れていくってことになりますまあこういうふうな感じでね実は顔出しをしなくても手先のスキルで商品を売る ということを代わりにしてるる例もあるんですよ単価倍っていうのはやっぱり表情が商品になってるところがあります表情がねで,トークも面白いんですよねで、えー、ついついねニヤッと笑うセールスマンがいるとお客さんもニヤッと笑っちゃうようなところがあったりとかねそれから「あんた体が悪いんじゃないの?」っていうふうに言われたら「えそうかしら?」みたいな感じでやっぱ表情とか感情が似てくるそれにつられて「これがあったら」 もしかしたらいい感じになるんじゃないのって言うから、じゃあ買ってみますみたいな感じで引き込まれちゃうね。まあ、そんなテキヤの売り方があるんですよね。で、お料理もそうですけども、匂いなんてしないのに、作り方によってはね、パラパラーとなんか調味料振ったら、うわー、いい匂いがしそうみたいな感じで湯気が湧いてくるとかね。で、手元の使い方によってもすごく美味しそうに見えたりとか、手品もそうなんですけども、手の使い方によってね、自分の感情をすごく動かされるわけなんですよ。 こう,とかね、<laughs> こういうなとかね <laughs> まあハンドパワーですってのも一時期ありましたけどねまあそういうふうにしてあの顔出ししてる YouTuber さんは表情とかその表情に合ったあ例えば BGM ですとか声の抑揚とかね抑揚とかですよこういうのを武器にしてるわけなんですよつまりこれで、えー、視聴者さんの購買意欲をそそるわけなんですよねで、えー、手先だけで行く人もいればねじゃあそれに代わる表情とか手先に代わるものが あの複面ユーチューバーさんとしてはメッセージのやり取りなのかなっていうところなんですけども今回ご回答いただいたのはねうんとなるとどんなメッセージのやり取りで人の心を動かしていくのかっていうことをやっぱりこう覆面ユーチューバーを目指す人としてはやっぱこう学ばないといけないっていうことにね私もたどり着いたわけなんですよね今回の回答動画で。ですんでこれは多くの人を代表してあの再度ねあの 聞かかていいいたただきたいかなと思いますけどもコピーライティングとかメッセージのやり取りでじゃあ朝までやり取りしていてそこで成立が決まりましたみたいなそのおなんすかメッセージのやり取りのスキルっていうのがやっぱこう覆面 YouTuber の講座の中に入っているっていうところでメッセージのやり取りが苦手な人でも大丈夫ですよみたいなこうオチになっているのかなっていうふうに理解したわけなんですよね。まあ、そうなるとこれから顔出しをせずに 不利だだと思っっててる人に対してもあ、だったら大丈夫。顔出しをしている人にとっての表情とかその声の抑揚に変わるマジシャンだったら指先の器用さお料理だったら美味しそうに見えるような盛り付けのそして包丁のテクニックでプラモデルを作る人だったら順調に分かりやすく見やすく作っているそのディスプレイですよねそういったものに変わる。 じゃあ、覆面 YouTuber さんだったら、人の心を動かしやすいようなメッセージのやり取りっていうものが、たくさん勉強できるんだなーってところに来たわけなんですけど、そういうことでよろしかったでしょうかというのがね、今日の、お再度の回答の動画になります。まあ、挑戦状って書いてあるのね、私から挑戦してるわけでも何でもなくって、不安に思ってらっしゃる、もう一歩で覆面 YouTuber さんの、ああ、これだったら自分でもやっていけるっていうところが、一歩ね、押せてないところが、私のところにね、 え、ご連絡として来ておりましたので、今回ここで結論を出させていただければなと思いまして、今回の動画にもなっております。ということなんで、その辺はいかがでしょうかということでね、あのー、今回の動画の、さらなるクエスチョンにさせていただきます。じゃあ,あ、今回のね、ご回答の方もよろしくお願いします。視聴者さんがもしかしたら購入者さんに変わるかもしれません、これは。はい。じゃあ、以上です。